もこんにちは、もしくはこんばんは、まさとパパです。今回はプリンターの純正インクのメリットとデメリットについて、そして互換インクは安心なのかどうかについて、さらに互換インクのおすすめについてお話しします。互換インクというのはプリンターを作っていないメーカーさんが出しているインクのことです。プリンターを作っているキャノンさんやエプソンさんやブラザーさんが出しているインクは純正インクと言われていて、もちろんメーカーさんはこちらを推奨しています。純正インクのメリットを3つとデメリットを1つお話しします。純正インクのメリット1つ目はメーカーの保証を受けられることです。プリンターはほとんどの家電と同じようにメーカーさんの1年保証が自動的についてきます。使い始めの初期不良からしばらく使ってからの故障まで1年以内なら無料で交換もしくは修理をしてくれます。また購入されるお店やメーカーの方でも3年から5年の延長保証というのもあります。純正インクを使い続けていればこの保証が受けられますが、互換インクを使用した場合は受けられなくなります。純正インクのメリット2つ目は発色が綺麗なことです。メーカーさんのホームページにもプリンター本来の性能を発揮できるのは純正インクだけと書いているように、純正インクで印刷した写真と互換インクで印刷した写真を並べて比べるとやっぱり発色が違うことが多いです。全体的に白っぽかったり赤や青が紫に近くなってしまったりします。純正インクのメリット3つ目は保存性です。プリンターのインクは光に当たり続けるとじわじわと色あせていってしまうんですが、純正インクと純正用紙を使えばかなり守られるんです。例えばエプソンさんは強インクという名前でアルバム保存なら200年色あせないとしています。互換インクでここまでの保存性を謳っているメーカーさんはさすがにありません。純正インクのデメリットは一つだけ、値段が高いことです。実はプリンターのインクの容量は公式に発表されるようになってきています。型番が変わるたびに小さくなっていってる気はするんですが、容量自体は増えていることもあるようです。それでも割安になる増量タイプだと1本1000円以上することもザラにありますので、一説によるとプリンターのインクは輸血用の血液よりも高いと言われています。互換インクの場合は純正インクのメリットとデメリットが逆になります。メリットは安いだけで、デメリットとしてはメーカーさんの1年保証も延長保証も使えませんし、発色は並べて比べると分かるぐらいの違いがありますし、保存も100年単位ではとてもできません。じゃあやっぱり高くても純正インクを使った方がいいのかというと、そうとも言い切れないことの方が多いとまさとパパは思います。まず保証についてです。互換インクやリサイクルインクではプリンターのメーカーさんとは別に独自でプリンター本体の保証をしているところが増えてきています。修理代金の全額負担や代替機での保証をしてくれます。中にはプリンターの購入から5年間も保証してくれるところまであります。次に発色についてです。もちろん並べて比べたら純正インクの方が綺麗に出ることは間違いないんですが、並べて比べることなんか実際にありますかということなんです。写真を綺麗に印刷したい場合は別の話になりますが、きちんとカラーで印刷できていれば単独で見て色がおかしいと分かる方はほとんどいないと思います。ちなみに写真印刷をするならネットプリントがおすすめです。例えばシマウマプリントさんなら1枚7円からで自宅でも別の住所にでもちゃんと綺麗な写真を送ってくれます。
送料が別途130円からかかりますが、それでも L 版写真なら10枚で220円、20枚で310円、50枚でも580円で送れます。そして保存についてです。今時写真を印刷すること自体珍しくなっている上に、それをさらに100年単位で保存しておきたいという方はどれぐらいおられるでしょうか。今なら写真はデータで保存しておけば色が変わるようなことはほぼありません。クラウドでのデータ保存ならパソコンでもスマホでも好きな時に見ることができますよね。互換インクを使っている方は年々増えています。あるメーカーさんの2014年のデータでは 22% から 23% の方が互換インクを使っているということでした。1週間ほど前に YouTube のコミュニティ機能でアンケートを取らせていただくと、プリンターを使っている方の約4割が互換インクを使っているということでした。集計まで約1日で500件を超える回答をいただきありがとうございます。先週量販店で売り場の店員さんに聞いたところでも、純正インクと互換インクの割合は6対4ぐらいの間隔だということでした。プリンターの購入とセットで買う場合はやっぱり純正インクがほとんどで、インクだけなら60代以上の年配の方ほど純正インクを買っていかれる方が多くて、若い世代になるほど互換インクを買っていかれる割合が増えているようだということでした。ちなみにですが、ふるさと納税の返礼品にも互換インクがあります。山梨県南アルプス市ではリサイクルインクのジットさんのインクが返礼品で選べます。リサイクルインクというのは互換インクの中でも使用済みのカートリッジを回収してきて、そこに自社のインクを入れ直して販売しているものです。純正インクを返礼品にしているところもありますので、信用度というか認知度というのはほぼ変わらなくなってきているのかもしれませんね。またちなみにですが、互換インクには裁判のお話がつきものです。2020年にリサイクルインクの業者さんがプリンターメーカーさんを独占禁止法だと訴えていたり、2021年には純正のインクカートリッジしか使えないようにしたのは独占禁止法違反に当たると認められて損害賠償の支払いを命じた裁判があったり、ちょっと調べればたくさんの事例が出てきます。最近は互換インクやリサイクルインクの業者さんに有利な判断が出ていることが多くなってきています。これももしかしたら互換インクを使う方が増えてきている理由なのかもしれませんね。では互換インクのおすすめについてです。最近は安かろう悪かろうの互換インクはあまり見かけなくなってきていますので、大体は大丈夫なんですが、それでも互換インクのメーカーさんは選んだ方がいいです。プリンターが目詰まりして壊れたという話はよく聞きますが、やっぱり使うメーカーさんによって目詰まりする可能性は違ってくるようです。ただし純正インクを使っていたとしても使用条件によっては詰まりやすくなります。インクジェットプリンターはインクの吹き出し口がスプレーみたいになっていますので、何ヶ月も放置していると乾燥して吹き出し口が固まってしまうんですね。これを予防するためには2週間に1回か月に1回ぐらいは印刷はしなくてもいいので電源を入れてほしいそうです。電源を入れるとプリンターのヘッドが動いて、軽くヘッドクリーニングをしてインクを少し捨てて固まるのを防いでくれます。だいたい週に1回程度少しだけ印刷するぐらいがプリンターが一番長持ちするみたいです。マサトパパの家のプリンターは2015年モデルなんですが、月に数回程度しか使いませんのでなかなか壊れてくれません。互換インクのおすすめ1社目はインク革命さんです。インク革命さんは互換インクのランキングで高い満足度があります。プリンター本体の故障にも1年の保証がつきます。
あと配送も早いです。ほとんどのエリアで19時までの注文なら翌日に配達してくれます。エプソンダイレクト価格で7600円前後の6色増量パックがインク革命さんだと3990円で買えます。値段は互換インクとしては最安の部類には入りませんが、初めて互換インクを買ってみるという方でも安心のメーカーさんです。マサトパパもいつもインク革命さんでインクを買っています。互換インクのおすすめ2社目はインクナビさんです。正常稼働率 99.9% とホームページに載っていますので安心感があります。プリンター本体の保証では新品提供か修理代保証を選べます。写真印刷の長期保存は得意ではありませんと正直に書いているところも好感が持てます。エプソンダイレクト価格で7600円前後の6色増量パックが約半額を売りにしているインクナビさんだと3555円で買えます。こちらも初めて互換インクを買う方にもおすすめできるメーカーさんです。互換インクのおすすめ3社目はプレジールさんです。エディオンさんのオリジナルインクとしても販売しています。初回限定の U-NEXT ポイントの特典もついています。購入後3年以内のプリンターを保証します。エプソンダイレクト価格で7600円前後の6色増量パックがプレジールさんだと4980円で買えます。ネットではなく実店舗で買いたい方におすすめです。おすすめの互換インクメーカーさんについてはマサトパパが監修で参加させてもらっているインク G メンさんでも紹介されていますので、よかったら概要欄から見に行ってください。写真印刷のシマウマプリントさんも載っていますよ。今回は規格外実は安心プリンター互換インク参戦でした。これからも知らないことで損をしないための守りの知識を紹介していきますので、まだの方はチャンネル登録をお願いします。コメント欄に感想や補足もお待ちしています。今回も取材協力ということでエディオンナンバー本店さんで最新の情報を教えてもらいました。では今回は以上です。動画を閉じる前に高評価ボタンお願いします。ではまた次の動画で。